大択バートラムは日本の競争馬、主ュ馬である。阪神大賞店など中央競馬の重賞競争参照を挙げた。半アニはマイル重賞で活躍した大択リーバ、近身には大択ヘリオスがいる。デビューは3歳になった2001年の2月と比較的遅かった。ダートの新馬戦を2度使われ、3戦目に芝の未勝利戦で初勝利を挙げる。 4戦目には、毎日ハイに挑戦し3着となるなどの構想を見せていた。しかしその後は人気を集めたものの、勝ちきれないレースが続き、クラシックには出走できなかった。メス系は短距離決闘であり、秋に復帰して、以降もマイルから中距離のレースに出走し、人気は集めていたが、結果は出せなかった。それでも2002年の小倉大賞典では、格上挑戦ながら3着に入り、 3月には、田島ステークスも勝って、オープン入りも果たしている。ここまで14戦して掲示板を外したのは一戦と、堅実な走りを見せていた。転機となったのは、2002年のステイヤーズステークスである。このレース以前は2000メートル以下のレースにしか使われていなかったが、いきなりの距離延長にもかかわらず、ホットシークレットの2着に入って2度目のオープン入りを果たした。 続く2003年の万葉ステークスでオープンクラス初勝利を挙げると以降長距離戦で安定した走りを見せるようになる。ダイヤモンドステークス3着を挟んで武豊城で出走した阪神引退商店では単勝一番人気に応えて重賞初制覇を果たした。続く第127回天皇賞でも一番人気に支持された。しかし、ここでは 直線で不利を受け、ヒシミラクルから0秒1差の3着に敗れた。続く宝塚記念では5番人気と人気を落とし、6着に入っている。その後、ひめの内部にアリの巣が這うような状態になるアリ銅という病気を発症して、長期休養に入ることになった。休養を経て2004年4月に復帰した後は、宝塚記念で11着に大敗するなど、不甲斐ないレースが続いていた。 しかし4戦目に6番人気で、小牧太子を背に臨んだ北九州記念を1分44秒1というレコードタイムで勝利し、中距離の重賞でも勝ち倉を上げた。アルゼンチン共和国売で4着に敗戦後、ミルコデムーロに乗り換わったステイヤーズステークスでは2周目第4コーナー手前から進出して後続に3馬審査をつけて勝利。続く有馬記念でも、 竹豊貴城で4着に抗争している。翌2005年の京都記念発着から天皇賞を目指していたが、つなぎ人体炎を2度発症。同年のアルゼンチン共和国売で復帰するも15着に、敗れ、引退となり、守護媒入りが決まった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。2006年から、日高スタリオンステーションで、種媒入りした。 種付け料は、ボバ誕生後20万円、品場無料に設定され、1年目は20頭に、種付けしている。2009年9月25日船橋競馬場、第4レースでは、元プロ野球選手の新庄剛が、オーナーの楽しんじょいがデビュー戦で勝ち、話題となった。2010年の種付けシーズン終了後に、十勝慶朱馬の応郷種馬所へ移動し、2011年から、強要される。 2012年に種ボバを引退し、ホーストラスと北海道で余生を送ることになった。ありがとうございます。